メノルカ島侵攻は、アメリカ独立戦争後半の1781年8月19日から、フランス・スペイン連合軍が地中海にあるメノルカ島のイギリス軍船とフィリップトリデを包囲し、5ヶ月以上後の1782年2月に、陥落させた戦いである。これによって、スペインがフランスの同盟国として、 アメリカ独立戦争に参戦した、主たる目的の一つを達成することになった。最終的に1783年パリ条約により、メノルカ島はスペインに割上された。メノルカ島の東端には、マオ港ミナトがあり、地中海では最大級に水深のある、停泊地である。地中海岸に拠点を持たない海軍国にとって、メノルカ島は、 大きな戦略的価値を持つものであり、その意味でイギリスは18世紀の大半でこの島を保持していた。港に入る狭い入り口はイギリス軍がセントフィリップ城と呼ぶ砦で守られていた。この名前はスペイン語の L、カスティージョデ・サン・フェリペを翻訳したものだった。1756年にビング提督が砦を占有するよりも、 自分の艦隊の安全性の方が重要と判断し、その後銃殺刑に処されて他の提督たちにより積極的に任務を遂行させるようになった出来事があってから、砦はその外角にあるサンカルロスとマールボロと呼ばれる小砦りと共に著しく防御が高められた。その1756年の戦いではフランスが勝ったが1763年に7年戦争の敗戦を迎え、 メノルカ島は歴史的な結びつきが深くフランスの同盟国であるスペインへではなくイギリスに返還された。1779年4月12日アラン・ヘス条約によってスペイン政府はフランスとの対イギリス同盟を更新しメノルカ島を奪還することをその種目標の一つに据えた。イギリスがもう一つ地中海出口に所有する要塞ジブラルタルを奪還することに比べれば 小さな目標だったが、メノルカ島からイギリスを排除すれば、そこを拠点にして繁盛している、死略船の群れを排除できるので、これも重要だった。これら死略船は、メノルカ島知事のジェームズ・マリーから免許を受け、イギリスの敵国と商売をする可能性のある船舶を捕まえていた。1779年に行われたジブラルタル、奪還作戦はうまくいかず、 スペインの軍事指導者たちは1780年末までにジブラルタルを長期間包囲することと並行して別の作戦を始める必要があるという考えを受け入れていた。それゆえにメノルカ島侵攻作戦は1781年の初期数ヶ月で立案された。立案者はクリオン公爵ドンルイス・ベルトンでロスブラトスだった。クリオンはスペインの陸軍大臣で 外務大臣でもあるフロリダ・ブランカ白爵、ホセモニーノ・イレ・ドンドと共に働いていたが、この二人の関係はいくらか歪みを生じており、クリオンはおそらく考慮しておくべきほどの忠告を入れなかった。1781年6月25日、ギシェン提督の指揮する約20隻の戦闘艦からなるフランス艦隊がブレスト港を出て沿岸偵察を行ったが、 たまたま地中海に入ることになった。このことでメノルカ島には侵略艦隊に対する備えを増やさせることになったが、イギリス軍を騙すために目標に近づくまで、同盟スペインの艦隊とは合流しなかった。スペインの侵略艦隊は51隻の兵員輸送船、18隻の補給船、3隻の病院船、3隻の食料を運搬船、2隻の砲艦、1隻の 消防艇及び13隻の武装護衛艦であり、1781年7月23日にカディスを出港し、最初は目的地がアメリカであるかのように西に向かい、夜に転換して7月25日にジブラルタル下を通過した。地中海では逆風にあい、7月29日までに戦乱が分裂を始め、カルタヘナに近いラサビダイリエで風よけをする必要があった。 その後数日の間にスペイン艦隊はフランス艦隊の戦闘艦と慎重に合流した。合流した艦隊は8月5日にラサビダを出発し、24日にはアリカンテが見えるところまで到着し、17日夜にはスペイン海岸を離れてフォルメンテラ島に向かった。8月18日にマヨルカ島の南カブレラの小島を過ぎるときパルマから来た。 別の戦闘艦4隻が合流した。その夜風向きが南東の風となり、艦隊はマヨルカ島に吹き流されて座礁しないよう注意する必要があったが、翌朝にはメノルカ島が視界に入った。進行軍の主力は主たる標的であるマ王港のすぐ北メスキダーンで上陸し、第2部隊は港の南アルコーハーで上陸し、 島に他に二つあるシュータデリアとフォルネルスの港は海上封鎖することになっていた。メスキナの部隊は知事が住む魔王の町に急行し、知事とできるだけ多くのイギリス兵を捕まえることとされた。アルコーファーの部隊は郊外の住宅地上ジ,ジタウンからセントフィリップ砦に至る道路を閉鎖することとされた。これと同じ頃、三番目の部隊がシュータデリアのデゴラドル、海浜で上陸し、 島を横断する主要道路を閉鎖することにした。最後にホルネルスで上陸した文献隊がそこの小さな砲台を占領することになっていた。この作戦には一つの基本的な欠陥があった。それはイギリス軍がメノルカに近づいている大戦団は有効的な意図で来ていると信じるはずだという過程に立っていたことだった。さらに風のために作戦の修正を余儀なくされ、 艦隊の主力が島の北ではなく、南を回ることになったために、シウタデリアでの上陸は一時的に不可能になった。午前10時半頃に艦隊はメノルカ島の南東端にあるエアー島を回って、マオ港への接近を始め、一方アルコーファーの部隊は上陸に向かった。11時半を過ぎた頃、艦隊を先導していた艦船のサンパスクアルが、 セントフィリップ砦の下を通過し、その乗組員は戦闘態勢についていた。最終的に午後1時頃にサンパスクアルがメスキダに到着し、艦隊の残りも次第に追いついてきて上陸準備が始まった。午後6時、浜辺にスペイン機が建てられ、宿砲23発が放たれた。イギリス軍はメノルカ島南部海岸に小島を立てており、 艦隊が接近するのを視認していた。急報が即座に魔王に送られた。さらに島の中心のトロさんにあった商島からのより詳しい報告で情報が補われた。正午までには魔王周辺のイギリス軍関係者の大半がセントフィリップ砦の壁の中に移動しており、港入り口には鎖が固定され、狭い海峡には小さな船が沈められて海からの侵入を不可能にした。 知事の家族を含め非戦闘員は、ベネツィア人の船に乗って安全なイタリアに出港する準備を行い、フィレンツェにあるイギリス軍護衛部隊に侵略に関する情報を伝えるようにされた。その伝言には守備隊が良好な健康状態と指揮にあり、果敢な抵抗を行うという言葉で締めくくられていた。この船は8月31日にリボルノに到着した。 スペイン軍が魔王の町に入った時、町に残っていた住民の大半は、スペイン側であり、看護の声で迎えられた。ジョージタウンでは152名の捕虜が捕らえられ、シウタデラとホルネルスに派遣された部隊は8月20日に約50名のイギリス兵を見つけただけだった。島をスペイン軍の管理下に置く処置が取られた一方で、クリヨンとマリ一時の間で手紙が取り交わされ、 侵攻軍は反撃に備えてその防御を固め始めた。8月23日までにメノルカ島には7000名以上のスペイン兵が上陸しており、さらに3000名が間もなく加わった。侵攻軍がその地方を固めると、艦隊の大半はメノルカ島を離れ、犠牲は9月15日にブレスト港に戻った。この侵攻の知らせが約4週間後に、 イギリス本国に知らされると、新聞は守備隊が5660名いると報じたが、そのうち1500名は地元民兵であり、400名は文民労働者だった。これら集団の内国少数が砦の中に入ったが、イギリスがメノルカ島に迎え入れていた国際的な事業集団、すなわち北アフリカ人、ユダヤ人、ギリシャ人等は入らなかった。 また守備隊の数には、島のよそで、侵略軍に捕まった者も,も含まれていたので、砦守備隊の戦闘要員は3000名足らずであり、数字を大きく報道したのは、侵略軍の意気を落とすための誇張と見られている。1770年頃のメノルカ島間もなく、セントフィリップ砦を包囲するための砲台建設が始まり、その中でも重要なのが高校とは、 反対側のラモラとジョージタウンに近いビニサイダのものだった。イギリス軍はこれら工作を容易にはさせなかった。その大砲を工事地点に向け、取り出から部隊を出撃させることもあった。その中でも大きなものは10月11日に400名、ないし700名の兵士が港を横切ってラモラに向かったものであり、80名の兵士と8名の主官を捕獲した。 スペイン部隊がその追撃に派遣されたが遅すぎた。その士官たちは捕虜になったイギリス軍士官と交換されるのではない限り、二度と戦闘には加わらないと制約した後で解放された。この戦闘でイギリス兵3名が戦死した。この戦闘はイギリス軍にとって成功だったが、マリー知事とその副官であるウィリアム・ドレーパー中将との間にその権限に関する。 議論があって祖母が生じ、その後さらに険悪なものになっていった。このことが起こる前でも、クリオンの軍隊の中にはかなりの不満の声があった。これは1775年にスペイン軍がアルジェのアージェル氏攻撃して成功した時の体験と比較したものだった。それゆえに援軍が命じられ、偶然にもイギリス軍の攻撃があった翌日に、 マルセイユからの最初の船がホルネルスに到着した。すでに島に上陸していた1411名の軍隊に10月23日には2個旅ン総計3886名が追加された。この時にはまたスペイン政府から別の戦略を試みる提案がクリオンに要請されていた。メノルカから数ヶ月もかかってイギリスに漏れ聞こえた報告の中で 1782年1月末に、ロンドンの新聞に掲載された2通の手紙は、混乱させるものだった。一つは1781年10月16日付で、マリーからクリオンに送られた手紙であり、マリーの家系は、公爵家と同じくらい高貴なものであり、元クリオン公爵が、国王から裏切りを求められた時に、これを拒んだことを思い出させようとするものだった。もう一通は、 クリオンの返信であり、クリオン自ら、マリーの批判を喜んで受け入れることを示していた。これら交換された手紙の元になったのは、クリオンが、マリーの降伏と引き換えに50万ペソと、スペイン軍あるいは、フランス軍での位を提案したことだった。11月11日、包囲軍の迫撃砲が運用を開始された。最初の数日で砦に与えた損傷といえば、 小さな6ポンド砲1問の砲がを壊したことだった。砦から放たれた砲弾が迫撃砲の火薬庫に着弾し、迫撃砲1問が破壊された。砦の砲手はジョージタウンの桟橋で見下ろしをしていた。補給船1隻を沈めることにも成功した。この情報はマリーから11月12日と13日付の2通の手紙で報告され、イングランドには12月4日までにもたらされた。 イギリス政府からもマリー宛ての手紙が到着し、守備隊の勇気を称賛し、できるだけ早く救援を送ることを約束していた。実際にはジブラルタルも包囲されており、イギリスは1年以上の食料備蓄を含め、1756年の戦い後にセントフィリップ砦になされた慎重な改良に依存していた。スペイン軍砲兵による砦への砲撃が2ヶ月近く、 続いた後の1782年1月6日が最終攻撃の始まりとされた。この攻撃の初日、100門のカノネード砲と35門の迫撃砲から砦の外角に激しい砲撃が行われて損傷を与えたので、マリーは全将兵を砦の内角まで退かせるしかなくなった。しかし、守備側をひるませた砲撃によって200門のカノネード、 オーと四十門の迫撃砲を持っていた守備側も攻撃側に対する砲撃を始めさせることになり、1月十二日にはもう一隻補給船を沈めた。その三日後、攻撃側が照準を良く定めた、焼夷的弾を重要な倉庫に命中させて炎上させ、報復を果たした。その倉庫には、取り出の物資の中でも塩漬け肉が多く保管されており、四日間、燃え続けた。 この頃にマリー知事と副知事のドレーパーとの関係が完全に破綻しており、ある不愉快な事件の後でマリーがドレーパーを解任した。守備隊にとって肉の喪失は比較的小さな問題だった。砦は改良されていたが、野菜庭園には砲弾除けが施されていなかったので、新鮮な野菜を手に入れる手段がなくなり、 現在ビタミン欠乏で生じることが分かっている解決病への対処が難しくなっていた。兵士たちは次第に深刻な兆候を示し始め、2月の初めには病院に収容されている者の,の数が1日に50人を超えた。取り出の複雑な守りを監視するためには415名の兵士が必要だった。2月3日までにどんな任務でも遂行できる兵士は、 やっと660名となり、それゆえに1日の衛兵にシフトをまかなうために必要な830名に対して170名が不足することになった。660名の動ける兵士の中で560名は解決病の兆候があり、数名の者が昇兵任務中に死亡し、医務担当士官にもその体調を報告しない道を選んでいた。マリーは 医療チームから一連の急報を受けた後の1782年2月4日、クリオン公爵二重過剰の降伏条件をつけた文章を送っていた。これは守備隊がイギリスに戻る輸送船をあてがわれ、その費用はイギリス政府が払うべきものとする原則に基づいていた。クリオンは守備隊が戦争捕虜と戦車されることに固執する指示を受けていたのでこれを拒絶したが、 妥協が可能であるべきことを強く示唆した。2月5日、両軍は最終合意に達し、翌6日には調印を行い、兵士たちは輸送船を待つ間の一時的捕虜状態に置かれることが認められ、マリーとその兵士が守備中に示した勇敢さに対し、忠誠と勇敢さに対する考慮が払われ、武器を肩に対抗を鳴らし、火縄を燃やし、軍旗を掲げて、 敵軍の間を行進した後に武器と軍機を下ろすことまでが取り決められた。スペイン軍とフランス軍の将兵がセントフィリップ取り出からジョージタウンまでの道路の両側に並ぶ中をマリーの兵士950名ほどが粛々と行進し、ジョージタウンで守備隊の兵士は神のみに降伏するために武器を置いた。マリーは行進中もじっと前を見据えていたが、 カリオンとその副官のファルケンハイン男爵からフランス兵とスペイン兵の多くがその目撃したものに涙を流したことを聞いた。クリオンとその部下達はいくつかの点で合意点以上のところまで行っており、マリーは我々が回復するために貢献するようなあらゆることを提供してくれたと述べた。年月日付スペインのハセタマドリッド紙は スペインの損失を戦死184名、負傷380名と推計している。包位戦終了時のロンドンガゼット紙の記事ではイギリス守備隊の59名が戦死していた。149名の負傷兵を含む2481名の軍属が降伏したことになるが、多くの者が解決病で死亡したことは無視されているか、あるいは守備隊の創生力について、 当初発表したものにかなり誇張された数字が使われて、いたかである。降伏後に、砦から出てきたものの中には43名の文民労働者、154名の妻と212人の子供たちもいた。砦自体は、スペイン軍参謀の間で検討された後、簡単には修復できないように破壊された。クリオンが意図した類の吸収では、 ででききずスペインにに対抗して使ううこともなないようになったクリオン公爵は、この成功に続いて、魔王公爵の称号を与えられ、新たにジブラルタル攻略の任務を与えられた。クリオンはそこで砦を襲う大胆な作成を始めた。ジェームズ・マリー中将は、ウィリアム・ドレーパーの告発により、1782年11月に、軍法会議にかけられた。 結局マリーは二つの罪状でのみ有罪とされた。1783年1月、マリーは検責処分の判決を受け、その後すぐに国王ジョージ賛成時下の仲介で、法廷でドレーパーが発した言葉に対する謝罪が行われた。そうでもしなければ、決闘になっていたかもしれない。2月にマリーは大将に昇進したが、 好意戦中に60歳の誕生日を過ぎていたので、実務に戻ることはなかった。ただし、マリーは1789年に第21フュージリア連隊の連隊長になった。イギリスはフランス革命戦争中の1798年にメノルカジマを再占領したが、1802年のアミアンの和訳締結後にスペインに恒久的に返還した。タランポンセ、 ジョゼール、ラレコンキスタデマノーカポルエルデュークデクリオンマハン、ムセオミリター、アクセスト2007年12月17日。ありがとうございます。